ようございます。3速ライダー69 O です。今回はですね、なんとあの青い空、青い田畑、青いバイクの水木さんと、今日はツーリング行きたいと思います前回ね、ここ踏んでもらったんだね。次はもうどこ踏んでもらいましょうかね。ということで、はい、集合場所のファミリーファンソンに行ってみたいと思います。逆光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 金も逆光、あれ出した、ほい。それでは行ってみたいと思います。ライドオン、ウィーウィーウィー、1,2,3,4 マダ。はい、今集合場所のファミリーファンソンに到着いたしました。お、まだ水木氏は来ていないようですこれも前回と同様にですね、強制ビーコンをしてるしかないっしょ、ないっしょ。ウィーン、強制ビーコンも開始。オッケー、レレレレレレレ、まだ奴は近くにいないようだよし、ちょっと練習しとこう。お、来ました、ペペペペペ、ブブ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 。本日のツーリングの相手はこの方、ブリーン水木さんです。このポンポンっていうの結構ビビるな。ドゥン、あ、来た、もしもし、あ、お、来ましたね。うぅぅぅ、おはよう、おはようございます。おはよう、おはようございます。おはよう、おはようございます。おはよう、おはよう、うぅぅぅありがとう、お久しぶりです。ゆきさん、お久しぶり、お久しぶりです。ありがとうございます、いつも。ありがとうございます。ツーリングの方、すいません、ありがとうございます。あ、じゃあもう、速攻で撮っとくか、速攻で。それでは、本日のツーリングの人は、この方、プピーン、私です。あ、私です、水木さん。おはようございます。おはようございます。本日のツーリング、よろしくお願いします。高速32。32。行きますか、水木さん。今日はツーリングよろしくお願いします。うん、よろしく、よろしく。水の駅、夕方寄ってて、どうする。あー、どうしよう、もう寄らんくていい、帰りに寄ろうか。せやな、帰り通る、帰り、せやな、ちょ、帰りの方が人が多いな。水木さん、私も踏んでくださいってくる私も踏んでくださいって踏んでくださいってくるよ。こやん、あ、どうぞ先に。うん、好き。寒くないですか。うん、やっぱりレザーはすごいの、風を通さないんですわ。そうですな。なんて先行く。まあ、どっちも。じゃあどうぞ、俺先。うん、あ、そう、行きまーす、行きまーす。ウォー、あ、後頭部がなんか涼しい。あ、そっか、ベンチレーション閉めてない。くさー、持ってくの忘れた。電子レンジ、電子レンジじゃなくて、あのベンチレーションの蓋ってさ、ヘルメットの風通しあるやん。あ、そう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 、あれをこうピタッて閉める蓋があるんだけど、そう、それを家に置いてきた。あらま、スースーする。うん、くそー、スースーしやがるぜ。パチグレーザー、パチグレーザー、パチグレーザー、スースー、パッ、イエイ、パッ。うん、逆光、あ、はい、ありがとうございます。あ、じゃんけん、あ、あん、うい、おー、あー、かっこいい。
お、ニュートラル一発来た。おプリーン。お、水来た。ハロー。肩がこうなってるさっき。あ、ウィービーできた。ウィービー、あ、なんか俺のウィービーが。ウィービー、ウィービー。ウィー。ちょっと待ってよ、手で呼べんのかな。あ、やっぱ呼べやんわ。今の気温は外は 14.5 度です。ありがとうございます。はい、何でしょう。ここはどこ。ここは三重県松阪市飯鷹です。そういえばまだ本日のツーリングプランを話してなかったですね。道の駅星の国、うん、の隣にあります豆腐屋さんに行くというですね。で隣じゃないよ。え、隣の隣ぐらいにあります峠の豆腐屋さんに今日は行きたいと思います。はい、はい、奈良県の国道168号線沿いですね。はい、途中の道が結構そのねワインディングしてるんですよね。はい、で以前もね一回肉の駅、あれ肉の駅星やったっけ、あれ何でしたっけ。肉の国やよ。あ、肉の国。肉の国。あ、肉の国やもんな大体。おお、やまじゃ肉の国やな。肉の国ですね。はい、にダッチラムで行き、そしてコンピュータートラブルで止まるという地獄を見ましたね。あれは地獄でしたね。そこからいくら払ったことか。ああ、そして結局あの時寒かったですね。そうですね、あの時も寒かったですね。激寒でしたね。はい、あの時が3月の7日ですからね。忘れもしない。忘れもしませんよ。あの時も土曜日でしたかね、こんにちは。そうですね。今回は満を持して肉の星に。あ、肉の星。めっちゃ痛かった。え、なんて肉の段差。あ、段差、あ、段差食らったんですか。すいません。え、すいません。あの、私もね、大丈夫でした。肉の駅、あれもうわかんない。あ、肉の国、肉の国、星の国ですね、に行きたいと思います。はい、お、と言っていたら山道の方に入ってきましたね。久しぶりですわ。久しぶりですな。166、あ、綺麗ですね。オレンジが綺麗。オレンジ、KTM ですね、あれは。KTM の花。はい。KTM の花でした。ですね。Yo! 1, 2, 3, 4! ちょっとシリに聞いてくださいよ、今何度か。はい、シリー。はい、何でしょう、水木さん。今の気温は。パパン。この地方の気温、気、わかんな。この地域の気温は12度となっております。はい、ありがとうございます。いえいえ、どういたしまして。逆に私から質問です。はい。はい。寒いですね。そうですね。寒いので風邪をひかないように寝るときはマフラーをして寝てくださいね。マフラーかけます。はい、よろしい。全然シリになりきれないんだけど、私から質問です、水木さんに。はい、なんでしょう。水木さんは寝るときは毛布をかけますか。今は羽毛布団です。何を言ってるか分かりません。今は
今は羽毛布団では、来週はパロン。うるさいな。私は引き下がります。やば、膝が固まってきた、肘も固まってきた。あ、そうそう、行く方向ね、しっかり見てますね。いいと思いますよ。思いっきりあれやん、水木のブリッピングの音聞いてギアガチャンって下げた。やば、自分でなんかあれやん、下げとるつもりで。それもクラッチも握らんと多分違うかな。いや、クラッチ握ってるな多分。あら。なあ、めっちゃカチャンってきたな。それもなんかあれやん、カチャンって上げた瞬間に来たやん。カチャンって上げた瞬間、バイザーを、バイザーを上げた瞬間。よっしゃ、冷凍の、冷凍のハイガス美味しい。ぷにょ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 、美味しい。いただきます。歯が黒くなる。ありがとうございます。寒いな、このトンネル。なんか頭めっちゃスースーする。あったかいコーヒー飲みたい。あったかいコーヒー頭にかけたい。一回めっちゃスースーする。おい。あ、どうもこんにちは。どうもこんにちは。どうもおっおっ、ウィンダウン。はい、解除中。雨当たってきた。うっそん、マジか。フィールドが、あー、本当やな。あー、来た。俺のとこにも来たわ。奥田様、高速。そういえば最近信号ないな。あ、信号あった。あ、でも信号全然止まらん。よかった。俺の BB タイムがさ、てきた。俺の BB が出来やんやけ。あ、ライダーズカフェって書いてあった。ほんま、そう、左側。でも3秒で終わった。3秒もないな。あ、じゃあ、そう、俺の BB タイムが。ウィ信号ないやろ。そやろ、お前俺の BB タイム、お前なめんなよ。襲ってくるぞ急に。これがウィービーが、ヘイヘイ、もう一回ヘイシリお願いします。ヘイシリ、ヘイヘイ。ただいまの気温は10度。あ、これはね、あの高見キャンプ場です。横に川が、はい、高見川が流れておりますので、川遊びもできるよという、はい、非常にあのいいところですけど、お値段はそれなり。あ、なるほど。はい、はい、今の気温は奈良県東吉野郡の気温は10度です。寝るときはちゃんと羽毛布団と毛布をかけてから寝るようにしてください。はい、そうします。今は水木さんは何布団をかけていますか。はい、今は羽毛布団をかけて寝ています。何を言ってるのか分かりません。
今は今舞台を立てて出ています。わかりましたか？パルン、大変よくわかりました。では引き続き寝てください。高速。あ、こんにちは。どうも、こんにちは。もういっぱいある。ここが土曜日。めっちゃ多いな、今日単車。あ、どうも、こんにちは。おはようございます。めっちゃ多いやん、単車。テンション上がってきた？もうかんのか？どこの野郎。ま、ま、あ、ニュートラル。ニュートラル入れ。ニュートラル入れ。入れ、ニュートラル。くそ。ニュートラル入れ。入れ、ニュートラル。あ、来た。ウィウィ、タイミング、タイミング、くさー、俺のウィウィタイムか。あ、何だ、 NB、 はい、 NB、 その通り。あ、ほら、あ、ロブソンがあった、ロブソンが。ロブソンやろうか。あ、ロブソンやりましょう。うわ、単車めっちゃ多いやん。わ、ここも単車多いんちゃう。じゃあ、こんにちは、どうも。ビビ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 。Yo, one, two, three, four. Mother.いやまさかローソンで休憩をすることになるとは思ってました。なんと GoPro Hero 4の液晶のこのガラス、ここ割れちゃいました。悲しいな。あ、ギ入ってる。ごめん。あ、いや、いいよ。肺が吸える。いっぱいいっぱい肺が吸えるから嬉しい。すいません。GO! OK でした。OK です。はい。あ、またかな。はい、なに？ナオまた？いや、今おるよ、右の後ろ。私はここにいる。恐怖、恐怖、変態ライダー現る。水木殿、へへへへ、手の肺が喪失。だいぶ体温まったね。だいぶ体温まりましたね。やっぱり、あ、またカフェが、古民家カフェが今流行りの古民家カフェ。民家、民家、古民家。これウィービータイム来たんちゃう、これ。いや、死んじゃら入った。道の駅大田、すげえ単車の数ですよ。何番で行った？何番で行きましたね。あの辺ぐらいに止めましたね。うん、すげえ単車の数ですよ。お、水木さん、ウィー、あ、最初じゃないな、じゃウィー、ウィー、じゃあせーの、いや、せーのってなんかカッコ悪いな。トーキが言うてな。はい。フィーリングで行こう。あ、あ、あ、もう変わったな。うん、もう変わるわ。うん。フィーリングで行こうな。うん。フィーリング、フィーリングで。うん。くさー。またしても俺の、あ、またウィーウィータイム行けんじゃん、あれ。ウィー。ウィービータイム？短そう。な、短いな、多分な。ちょっと高くなかった。あ、でももうあかんわ。あ、歩道が点滅しやがった。くそ、ニュートラル。おばちゃん怖い。最近ニュートラル入れるのめっちゃ速くなってきた。よし。もう、あ、くそ。あ、あ、変わった。くそ、俺のウィービータイムが。いやー、でもようやくちょっと晴れ間というか。よかった。お腹ほんと空いてきましたね。お腹空いてきましたね。うん、は
早くお豆腐食べたいですね。あ、お尻跳ね上げられた。変わる。ひひひ。あ、こうだ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。これずっと三杉から抜けてきた道かな。わからん。わかりません、私も。って言いながらわかりません。ニュートラルに入らない。くさー、ニュートラル入った。あ、もう変わるで。そう、もう変わるの。おーい。もう一回、もう一回。で、で。あ、炎上した。大丈夫。恥ずかしい恥ずかしいあってなったあめっちゃ恥ずかしかった。誰も見てなくてよかったよ。ちゃんと動画を公開するよ。じゃあ動画で公開したらみんなに見られる。そうそうそう。あ、ほや、あいつはやっとると、完全にやっとると。早速お腹すいた。お腹すきましたね。豆腐食べたい。前のタフトが豆腐に見えてきた。え、前のタフトが豆腐が豆腐に見える。豆腐に見えてきた。お前な、だいぶ豆腐っぽいもんな。お腹すいた。お腹すいた。豆腐、お前な、タフト豆腐に見えてきた俺も。おお、あの形まさしく豆腐でやろう。走る豆腐。高速。お、単車がこっちに入っていきますね。あだまー、こんにちは。あだまー、こんにちは。おはようございます。あれ、ニッシーじゃん。いつもニッシーばっかり。みんなニッシー。うん、みんなニッシーや。GSX イコールニッシー。高速ウィー。あ、フェロって言った感じ。はい。これはあれや。フィーリング、フィーリングだよね。痛い。あ、ごめんなさい。人差し指が。あ、人差し。あ、ごめんなさい。すいません。死刑。あ、わかった。こうやってすればいい。何これ。つんべ。つんべ。あれやな。何？ちょっとポーチョールぐらいで。ポンって。あ、せやな。だってポンってやったらあかんねん。ウィーって。これなんかあのイボイボって言ったらもうこれ。そう、危ないわ。だってあの吸収するタイプの方やろ、どっちか。逃がすタイプやろ。うん、これちょっとなんかナックルガードですね、これ。カチカチ言ったら。それは危ないわ。カチ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 。おお、なんかいっぱい書いてあるよ、あのタフトン。本当？おお、横になんか書いてあった。そう。うん、これは豆腐ではありませんって書いてあった。ほんま。おお。豆腐と。あ、三席だよ、前から。お、すごい。うわ、中洲にあれ、あ、うわ、すごいわ、あれ。中洲すごいわ。あ、なんか三席だ、こんにちは、どうも、こんにちは、どうも、こんにちは、どうも。やだ、ここ。せやな。ここまで来たら、ここまで来た。はい、はい。えー、お、右手でできた。いつも俺こうやって。チュッ。水木さん。あれはまっすぐ行く。せやな。あ、せやな。あ、せやな。まっすぐ行ったら途中で左に曲がるで。うんうん。この左に曲がるところがちょっと怪しいから。オッケー。多分なんとなくの感覚で行ったよな。なんか、な。谷さんの釣り方面や、出とるやろ。出とるやろ。あ、おー。地下炭。高
高速。ピピ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 、あ、バレた。ピピ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 ピ、あ、あ、バレた。あ、やべ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 。エクストレーラーじゃない。あー、前に行く。あ、待って、あ、大丈夫。大丈夫です。はい。演奏しません。あ、これ、ダンサー。バッハン。なんか、だからあの信号止まった時しかカメラ回してないんですけどね。本当に最初俺は今日は走りの水着を撮るとかって言っとったのに、全然そんなことない。信号待ちの水着を撮ります。パンチングレザー、パンチングレザー、パンチングレザー、スースー、はい。あ、これ左っちゃったか。違ったわ。うん、違う。まだまっすぐやと思う。これな、前の時は左じゃなかったっけな。ここ？おー、確か。前の時は。そう。で、めっちゃ狭い道を出た。ああ。ラム版の時かな。まだまっすぐかな。あ、これって青果店。青果店、うん、青果店、左左、あ、そうや、オッケー、青果店、青果店、ここ青果店、青果店が目印あった。あー、じゃあ、よかったね、ちょうどこの信号で。はぁ、はい、オッケー、ほいやったような気がすんねんけどな。一箇所ぐらいなんか曲がったような気がする。どこって？一箇所ぐらいな。どこやったか覚えないけど。曲がった。ありがとう。何回？思い出した。ありがとうございます。ありがとうございます。左です。おお、逆バンクやん。なんか突き当たりを曲がる。はい。とりあえずだんだん道が狭くなっていくイメージやな。これタンデムやったら絶対これ来んのしんどいやろうな。多分途中でもう帰ろっかって言ってるよな。帰りもあるし、もう帰ろっかってこの辺ぐらいで言ってるわ。狭くなるですね。結構でも単車も確か対向で来た記憶があるんだよな。あ、結構なんか勢いよく来たような気がするよ。あ、そう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 、こんなんやったわ、思い出した。そう、景色はいいんですよ、景色は。ほら、お、ここやったな。あ、そうそう、この暗いところで対向車来て泣きそうやったわ。じゃ、ここの、ね、そう、ここのトイレやばいっていうな。そうそうそう、あ、そうそう、ここここここ、思い出した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 、思い出しゲロ。あ、いや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 、あ、いや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 、あの崖の上のあのトイレがすごい、俺は未だにちゃんと使われているのかどうかっていうのが気になってる。あぶ、きっと。おお、おお。でもちゃんとライトつけとってくれた。なあ。ちくしょう。
チのマーチ。マッチのマーチはあなたのハートにマッチする。俺も後ろからハイビームで応戦するわ。僕もハイビームですよ。まあ日中は眩しくないでな、ハイビームでも。ちょっと深いせやな、あそこの区間地獄やすごい、ジムにいっぱい乗っとる SG10。 これは道なりやな。あ、はい、ジムにバイバーイバイバーイバイバーイ。天川村、あ、あったあった、ループループ。あ、やった、肉の星。あ、やった、肉の星。あ、ふぁ、チン、あ、チンって言うと。寒くないですか、大丈夫ですか。うん、大丈夫。段差気をつけてください。はい。あ、ほんまや、豆腐店。峠の豆腐店。峠の本当にな、峠のとこにあるで、ね、入るの大変です。オッケー。オッケー。オッケー。
るんかな。ちょうど上りがなんかぐさって出るで。あ、ごめん、変な止め方した。あ、全然いいですよ。ちょっとでも斜めになってるんで気をつけてください。はい、もっと前にゴゴゴゴゴンって止めるわ。あ、ギア入れとかんとあのコロリンするで。やっとるんかな、準備中となっとる。またかな、今何時やろ。10時からないけどな。10時回っとる。ちょっと確認してみよう。よし、一回止めるし。走れた。店の端行こうか。せやな、当店は豆腐店、製造販売店で飲食店はございません。ではございはい、すみません。ボンネット。ショック。手作り豆腐。製造販売。くさぁ、どっかでピクニックみたいな感じで、あそこでイートインできるんでしょ。はい、あとあ電子レンジもあるし。ダメだった。ダメだったか。肉の星行こうか。トイレ休憩しよう。せやな、とりあえず肉の星行きましょう。はい、ここに行きましたよ。はい、ピースくれ、ピース。やっちゃったぜみたいな感じ。わわわわみたいな。はーい。おお。パンチングレザー。おおおお。パンチングレザー。スースー。はい、いし、はい。うい、うい、よし、じゃあ一旦肉の星行きましょうか。うん、こっから近いんやんな。もうすぐそこな。よし、よし、ここがイキリコーナーやな。イキリカーブ、イエイ、デイ、ヨー、ワン、ツー、スリー、フォー、マダ。よし、行くでかすか。水木さんから先に行っていただいて、私演奏するんで大丈夫です。あ、なんかトラック来たよ。トラックでもブリヂストンって書いてあるから違うな。うえうえせ、怖えよ。これが数々のライダーたちを任してきたという伝説のアドレス V100。 それでは峠の豆腐屋から出発したいと思います。今車来たの、行くで。はい、おーい、行くで、行くで。 OK、 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 はーい、峠の豆腐屋、おっと、2キロ先、道の駅、おっと、出た。ほんまや、肉の星、そこよ。そこよ、肉の星、星の肉、星肉、ビーフジャーキー。おでいた、こんにちは。じゃあ曲がりましょうか。はーい、止めるとこあるかな。のどうしよう、なかったらどうする。あるんちゃう、絶対あるやろ。あ、すごい、自転車こんなにおんねや、ここ。どこに止めよう、どこに止めしょう。この車の人だな。あ、なあ、どこ止めよう、どこ止めようなあ。その奥って止まるんかなあ。あ、ここでいいか、ここ、ここの車の止め。あ、それかその左側の、そうそこにしとき。反射人多いな。ウェイドゥー。あ、雲が到着。あ、天に止まった。あ、あれ星の形しとんだよ、あの休憩所。あ、すごい、凝っとるな。うん、凝っとるな、さすが肉の星。それでは一旦休憩したいと思います。高速。お、やばい、動き出した。やばい、動いとる。うん、やばい、なんかおる。あ、本当や。やべ、起きてきた。あ、行け、どこ行け、どこ行ってくれ。いい感じ。めっちゃゆっくり。でもさ。へ。なんかもう一匹ハチ呼んでんじゃん。ほら、来た、もう一匹ハチ来た。ほら。本当や。
なんなんやこれ。ほら、弾いた。なんでやるの。嘘でしょ。私がやっぱ黒いで落ちてくるのか。嘘。ギほら、もうなんかうえーって。うわ、2匹目止まった。グローブできんの。とりあえずエスチマから何人降りてくんねん。ちょっと待って、ちょっと待って、人が多いで、人が多いで、今、多分、わーってなると、わーってなるから。待って、ほら、わーって、ほら、わーって。やっぱ、クレアで寄ってくるね。ええー。すんげえな。でも、とりあえずあの人らは、みんな行ってくれやんことには、俺もどうにもこうにもすることで、早く行ってほしいな。何をゆっくりしている。何、早く、だってここに蜂がいるんだよ。絶対あんたたちこれ、飛んできたら、わーってなって、キャーってなるでしょ。ほら。ロロロロキャラララ。よし、向こうにいた。一匹。一匹向こうにいた。あ、くそー。お、その辺に、シューって、ポーンって。あ、落ちた。よし。今、グロップしてくれ。よ、行け。ありがとうございました。すいません、命の恩人です、あなたは。え、何でもしますから、すいません。え、OK。OK、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 OK。はい、行きましょう。よいしょ。よいしょ。さて、お、人いっぱい。OK。はい、ということで道の駅肉の星来ました。肉の星今8度って。やば。あ、8度。いい、8度。それは寒いわ。一気に20何度から一気に8度とか、頭おかしいでしょ。ははははははは。車線があればいけば。おお、お前な。ないない、下りやからな。基本。下りやで速そうだ。おお、確かに。確かにそうかもしん。わ、これどうやって飛んねん。センタリングすんのじゃん。これ大型同士やったらもう完全にアウトやもんな。ほんまやな。これやらない。おお。おお。おほほ、なあ、 BM ミラーもう当たっとったんちゃう。壁側に寄りすぎてミラー当てる。走ろうか、走ろうか。せっかくここまで来たし走ろうか。後ろユニック付きが来た。ユニクロ、ユニック付き。ユニクロが来た。ユニクロボーイです。高速ユニック付き。やってなかった、やってなかったね。ボンネット。あ、じゃあ、あ、まだ準備中のまんまやな、やっぱ。あー。ウェイ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 。ああ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 。高速。おほ、綺麗な道ですね。テイク2。テイク2。綺麗な道ですね、ゆずさん。峠の豆腐屋さんはどこにあるのかしら。これかな、峠の豆腐屋さん。違う、そば、うどんって書いてあるわ。についてこい。外から行くよ。うん、あ、内から行くよ。内から行きます。はい、どうぞ。はい、どうぞ。グルーリーン、はい、オッケー。
これでいいんちゃう？おほう、ナイスナイス。おう、ナイスナイス。ナイスナイス。こんにちは。ナイシナイシナイシ。おお、カタカタするな、この道。あ、てか、俺二足か、今。カタカタするぜ。気をつけて、なんか草が劣る真ん中に。あ、目がチカチカする。これ目がチカチカする、ここのこの目がチカチカする。やめて、ちょっとしか開けたくないのに、もうなんかカンって開いてもらうの。これスーパーチャージャー。おほー、わー、さすがですね。おほほほほほほ、さすがですよ。何をおっしゃっているんですか、みずきさん。何をおっしゃってるんですか、水木さん。ここは気をつけてくださいね。ぐるーんときますからね、これ。ぐるーんとね。はい、ぐるーんと。はい、ぐるーん。さすが水木さん、もう後ろにいるじゃないですか。なんだこれは。このやりとりは一体なんだ。さすがっすわ。うわ、自転車やば。ここのコーナーは気をつけてください。はい、ゆっくり曲がって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 、内側がね、ボコボコしてますから、これ気をつけてください。これあ、ここのコーナーね、外側ボコボコしてますからね、気をつけてください。ボコボコだ。あ、ここっちゃ2車線な。うん、よし、ここもう一回上がろう。イエーイ。ここのコーナー気をつけてください。はい、段差がね、段差が、おわっは、すごい。おお、本当に止まったな、すごいな。こんなとこで止まるって。危な、真っ直ぐ危な。わー、超楽しい、超楽しい。ぐるりんぱ、で、終わり。終わり、終わり、終わりだ。あかんな、あそこだけやったな。あれ、何の短かったっけ。じゃあまた U ターンして帰ろうか。そうやな、U ターンして帰りましょう。じゃあこれを、うわ、自転車やば。なんかおもろかったわ、ごめんなさい。あ、なんか普通にママチャリこいで下ってくるやん。ほんでそこ、あ、また2車線になったやん、これ。あ、いける？あ、いけるじゃん。ここで U ターンしよう。そやな、適当にその辺ぐらいで U ターンしようか。
じゃあ。おう。なんかいっぱいある。ルートがあんねんで、あれさ、左に曲がって果樹園の方、じゃあ果実園の方に行くけど、 あれを直進するんやん、多分。こうするとなんと広めのルートがあるんやん。なんとなんと、あ、危ない車、ライト、ライト、せめてライト。絶対あの車ぐらいやったらオートライトついてるはずやのにな、本当にな。本当に後ろからハイビームで、あ、来た、うんうん、ハイビームで、俺ももうハイビームでもう言いとる、今対向車の目を潰してるところだ潰しにかかるぜ、うん、ういじゃあ俺の大好きなあの崖っぷちのトイレ、あーそう、もうあれ大絶景やんな、もう絶景やで本当に、あれ窓ついてないん、でもめっちゃ開放感ある、うん、開放感ある、せやで、やっべえな、この絶景を見ながら運動するんやで、ほらほらほら、これじゃ、この左側のこれ、あれできた、おーすごい、ほらあのトイレ、あ、ていうか、なんかあれやな、なんか周りがなんかもう木ぼうぼうやん、なあれ追ってかんようにあの木ぼうぼうなと思っちゃう、ガスカットにしたらいいのにな、天空のトイレって、天空のポストみたいに言った、天空のトイレ出ました、ほんとに天空のトイレ、このトイレで、ん、を決まると、みたいな、あ、でもあのあれやで、天空のポストのとこのトイレはめっちゃあの絶景やで、あ、うん、絶景の、ん、ポスト最高じゃん、オッケー、大丈夫です、あ、2車線になるかな、ならないのかな、なるのかな、片側1車線になった、イエーイ、ウィーウィー、あ、弓道なんかすごいやん、あれなんかもうサーキットみたいなの撮るやんこんなバンクするんだろうな、じゃあ果樹園のところで曲がりたいと思います、了解です、はーい、はーい、うわあ、弾が赤、弾が弾、よし、特に大丈夫、多分大丈夫じゃない、37や、え、あー珍しい、うぃぃぃぃ、あ、分かった、や、優しく、ふぃー、あ、分かった、あれ、曲がらん、これ右だ、あ、おじいちゃん、向こう曲がる、はい、あ、はい、変わりました、時計台まで来ました、これ右、左、これ左行こう、左行こうか、右やって前の車、左行った、で左行こう、デリカって顔すごい、うん、顔すごいよ、今のデリカもう顔がもうこうグワーッなってる、よし、こんにちは、あれふっ、あーすいません、シュシュシュパンパンパン、あ、そっか、俺が定期的にこうやってするからタイミング合わせてくれたらいいと思う、うん、あ、全然、おーい、あ、なんか、ポーンとなんか、いろいろ試そうとする、 Yo! 1, 2, 3, 4! マダ、はい、シリ、何でしょうか、水木さん、これは
同じ駅ですか？ハロー、これは吉野川駅です。初めて聞いた。吉野川駅かと思います。近鉄吉野川線です。あ、ここやんな、曲がってきたところ。そのようです。あ、そうですか。そのようです。あ、危ない、変わってた。そうです、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 私が変な。おー、よいしょ、よいしょ、そうです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 、私が変なおじさんです。大丈夫ですか、体の方は？うん、ちょっとな。あ、変わってきた。あ、変わった。変わった。ガソリンまだ大丈夫そう？わかんねえ。みずきが大丈夫やったら俺大丈夫やで。まだランプついてない。あ、ほんと？ほら大丈夫だ。ランプもランプはつくの？俺もランプつくよ。うん、ランプついてから60キロぐらい走ってるよ。あ、ほんま、あと40キロぐらい、うん、あ、じゃあいいやん。余裕や。余裕だ、じゃあ吉野ぐらい行くか。余裕や。ウィー、あ、そう、あ、パッハッ。あれでも気をつけなあかんな、あそこ橋の継ぎ目さ、めっちゃ鉄板がさ、60センチから70センチぐらい幅があったでさ、あ、フロントからチュリンっていくで、チュリンって。そう、危ないなあ、あんなん、やっぱ知らんだらもうドリンっていくよ。水木さん、はい、ちょっとだけトイレが迫ってきたっす。あ、了解、勝手に探すわ。それか、もうガソリン入れるところで出してしまうか。あ、そうやな、ガソリンを入れて私は出すみたいな感じ。じゃあガソリン探すわ。はい、多分あの道の駅横断の手前ぐらいに、あの2軒ぐらいあったような気がします。うん、オッケー、オッケー、どうする。はい、水木さん、何をお探しでしょうか？ガソリンスタンド。ガソリンスタンドは左にあります。ここはダメですか？では、この先のガソリンスタンドを探します。よろしくお願いします。この先250メーター先のガソリンスタンド屋さんがあります。あかんやろ、あれは超怖かったなあ。俺もあかんと思ったわ。来ると思った。おお、あれなんなんやろな。まあカメラで撮ってるけどやな、こっちは。撮ってるんですけどやな、本当に。さすがに俺の Google アシスタントでもあかんぞ。私が前で聞いてたかな。いや、でもそうでもなかったよ。おっと、懐かしの急にトレの入れてきましょうか。お邪魔します。お邪魔します。およいしょ。あ、俺もちょうどランプついた。すごいな、同じタイミング。よいしょ。ガソス。いや、ガソリン満タン入りました。満タンにならんかった。あ、満タンにならんかった。ほぼ満タンになりました。よし、ブー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 。よし、水木さん行きましょうか。はい、ほい、ほい、先行きますか。どうぞどうぞどうぞ。ちょっとほい、これが行ったらいいかな。はい、どうぞ、右と行きます。はい、どうぞ、はい、よろしくどうぞ。それでは、今から道の駅大宇田に向かわず帰路に着きたいと思います。はい。結局、豆腐屋さんはやって いなく、そして峠の豆腐、また何かの機会に行きましょう。そうですね。え、これはもう仕方がございません。あ、こんにちは。どうも、こんにちは。
とりあえず帰り道は、はい、裏の信号を右に曲がるでいいのか。はい、そうです。もうここから全然信号なくなるからな。ゆずき、前にトラベルしたな。あ、すいません。あ、そっか、こっち側に来たからあれやな。あ、すいません。うっ、うっ、うい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 。お、あっちの信号は青やで。あっちの信号が青。なんかよくわからんけど、どういう仕組みか。よっしゃ、ゆずきさんよ。はぁ、あ、このツーリングも残すとこあと少しですね。また走る機会がありましたらよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あれ2匹じゃなかった、さっきの。違うよ、2匹、白率が多い。もう GSX ってもう全部2匹やもん。あれ2匹じゃない、あれ2匹。ただ針から近いよ、ここ。これやな。そうです、ここ右です。うわ、すごい、なんかいっぱいバザーやってる。バザーバナーレグラーロー、誰かな、着物市かな、着物市。着物わかんない。あ、信号間違い。あ、うい、うい、うい。あ、信号変わった。水木さん、悲しいです。もうツーリングが終わっちゃうなんて。あ、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 何俺がパコパコ言うことや。いろは、いろは、いろは。あは、あは、すごい。こんにちは。おおおお。あは。
ぱい来たぞ。あ、朝会った人らや。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。そっちやな。なあ、なんでハーレーが来るんちゃったか。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。突き当たりまで行くん。うん、道なりの鎌足りですわ。はーい、おーい。あー、久しぶりの信号やのに止まるやんだ。さあ、またウィーウィーしたいと思ったんですよ、私は。ウィーウィーをウィービー、1時間ぐらいウィービーしてないですよね。もうそうですね。かれこれかれこれどうなってんすか。あ、水木さん。はい、ここは道の駅飯高ですね。そうですね、朝も通りましたね。通りましたね。ね、本当に。あ、トイレが、お、見えてきた。うん、ここは道の駅飯高。山々がそびえ立つ、連なる温泉もある。すごい単車の数。見ました？見ましたよ。ね。それを飲ませます。あれはまずいですね。あれはハリテラスですね、もう。ハリテラスレベルでしたね。道の駅飯高、それはライダーが集まる憩いの駅でした。ありがとうございました。ありがとうございました。よし、じゃあこのコンビニ、シュートザシュート。あ、ここにて。あ、そうですね。トゥ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 。なあ、あ、近かった。ごめん。全然大丈夫。オッケー。よ。ドゥ。あ。うぐら。ぷぴー。一旦カメラを止めます。カメラを止めます。さて、キロに着きましょうか。はい、キロ&キロ&キロ、よっしゃい。イエーイ。私も一緒の色になってきた、ここ。あ、本当に。あ、俺めっちゃ汚いんやけど。俺めっちゃ汚いんやけど。汚いよな。いいよ、どうぞ。あ、車来はったわ。そう。あ、違った。おしい。ここえらい怖いな。そこ左。おい。ここからで。出方、出方が、あ、結構まぶちい。はい、水木殿。おお、かっこいいですね、水木さん。あ、かっこいいですね。かっこいいです。あ、バイク。あ、こんにちは、どうも。キャンパーや、キャンパー。
ほほほ、あ、濃いですね、水木さん。いえいえ、あ、そんな水木さんとのツーリングがもう終わりだと思うと、おっ、おい、おい、おろ、わー、気持ち悪い、あら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 、うわ、気持ち悪い、あはは寂しいでけすね、うん、ね、また走る機会がありますから、はい、この時は、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。あ、ネトラル入れてない。あはは、くそー、くそー、決まらねーよー。ほいほい、ほい、前のノートライダーって書いてあった。あ、ライダーやで、オーテックライダーやで。さんですね、うん、あ、なんですね、お、水木さんですね。ハロー、お、おお、影です。いいですね。え？いいですね。かっこいい。え？かっこいい。あ、バイク。サンシャ。いました？あ、走ってた、向こう。向こうにね。最初はグー、じゃんけんぽん、あいこで、ほい、はい、最初はグー、じゃんけんぽん、あっちむいて、あはははは、じゃんけんぽん、あっちむいて、あ、俺違う、俺や、間違えた、最初はグー、じゃんけんぽん、あっちむいて、あはは、体が、あっちむいて、ほい、あっちむいて、じゃんけんぽん、あっちむいて、あっちむいて、じゃんけんぽん、あっち向いて、あはは、やば、弱すぎやろ。えぇ、弱い、弱い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 っすか、そんな俺弱いっすか。うん自分ではそう感じたことないんですけど、弱いっすか俺。弱かったですね。そうっすか、じきしゃ。なんてこった、俺があっち向いてほいで負けるだと、あっち向いてほいほいマン、これはもう特訓しやなあかん。まず首を筋トレで鍛えなあかん後ろ向くの大変やもんな。おー、せやね、グキってなる、グキって柔らかくしやなあかん。これまた真っ直ぐ、あ、信号変わった。そうですね、まっすぐ行きましょうか、その方が分かりやすいですからね、道の方が。うふふふふ、まっすぐ、よっしょ、あ、水木さん、もうため息しか出ませんわ。お別れっすね。お別れですね。寂しいです。元気で元気で、あ、はい、元気で、元気しておきます。はい、お元気で。え、お元気しときます。寂しいっすわ。ちくしょ。お元気で、バイバイ。くそー。バイバイ。ちくしょー。似合ってやがるぜ。レーシングスーツが似合ってやがるぜ。ありがとう。どういたしました。ノースさんもレーシングスーツ似合ってます。私はほとんど裸に近い状態です。そうだ
あかんちゃー、どうもあかんちゃー、どうもあかんちゃー。どうしたん？いや、あの、みずきさん、私、この次の信号では、私、うん、右に曲がるんです。うん、みずきさんとお別れです。そうですね。悲しいです。さっきは寂しいですって言ったんですけど、今度は悲しいです、終わります。終わりますね、またあの次回の機会、またあのツーリングよろしくお願いします。また走る機会がありますから、はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、よろしく、よろしくね。ではここの信号で私、はい、右に曲がりますからね。あ、だね。あ、バイバイ。行った。止まりました。バイ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 。あ、水木さん、水木さん、水木さん、うんこ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 、水木さん、うんこ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 。気を取り直していきたいと思います。はい、ということで、水木さんとのツーリング、あ、ウインカーで出っ歯。はい、ということで、水木さんとの、ね、ツーリングが終わりまして、単足ライダーはですね、あの一緒に帰ることはできずということでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すいません。それでは次回のツーリングでまたお会いしましょう。ありがとうございました。バイビー。